はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。闘技場ですね。第4回闘技場ヒャド属性強化の2日目です。昨日は、3勝したんだよね。はい、なるべくね、あのヒャド系の相手を避けながら行ったという感じですね。今日はどうしましょうか。正直プラス80にこだわる必要もないんだよな。あー、ヤドね、ヤドね、ここね、ここはゾーマか、ここはヤド系はなさそう。どうしましょうか。あー、ランク6に上げてるね、もうアームライオン。あ、ここも上げてる途中じゃん。ここで行ってみましょうか。でもね、うちのパーティーはこれですね。うちも結構6に上げてるとこですね。あー、後ろか、アームライオン。あー、ブルーホークもいるんだ。ちょっとこれ範囲気をつけないと厳しいかもしれない。やられちゃうかもしれない。はい、対戦よろしくお願いします。あ、そうか、このフィールドか。ってことは左右から来るね、多分ね。なんで、とりあえず最初はここで行きましょう。はい、ちょっと待てよ。はい、ここは、意外とここまで来るんだ。そう、まあ、あー、この辺か。この辺しか来ないんだ。アームライオン先動くんだな。アームライオン先動いて、いやー、でも、あー、ベスがちょっと厄介だな。これは下がりましょうか。下がってもうガン下がりで、でアームライオン2回行動させた方がいいな。1234でしょ。1234。はい、待機。3ターン目、3ターン目も待機。さあ5ターン目ですね。ここから攻撃準備を入れていきましょう。
あ、そっちから来る。ちょっと待てよ、待て、そっちから来る。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。あ、次範囲入っちゃうね。次範囲入っちゃうけど、あー、ダメか。やつが先か。ここだ。じゃあ、はい、こっち側。いや、こっち側じゃないか。ちょっと待てよ。やつは、あ、ここまでしか来れないね。ここで受けるか。ここで受けましょう。耐えれる。あ、当たる位置か。当たる位置か。じゃあこっち側行きましょうか。こっち側。ローリングアタック。渾身打ち。よし、ファイザー来る。鉄鋼山。よし、よ。ヒャダルコ、ベギラマ、灼熱いくか。届かない。よし、ナイス。竜王動けないんだよね。ライアン、あー、厳しいか。こっちを倒しておく。出てって当たらないんだよな。失敗したな。やっぱダメだな。攻撃準備。鉄鋼山。いいよ。灼熱じゃないか。ヒャダルコでよかったか。あ、どうしよう。ローレンに負けるか。落とせるね。よし。よし、いいよ。今回一番下まで下がったのが良かったですね。アームライオンの移動力を考えて一番下まで下がって受けると。よし、ここ行きましょう。うちの方が上だ。
ここはゴーストかな、ゴーストが、はい、対戦よろしくお願いします。ワイトキングあたりから、ワイトキングゾーマあたり来るよね多分ね。こっち側ですね、こっち側で受けましょうか。まあ、この形でいきましょう。ゾーマドラゴンワイトキングか。ゾーマドラゴンワイトキングね。こっちが開きましょうか。でここで受ける。どうしようか、こっちか、こっちに行く、こっちに行く。どうしましょうか。ここは下がっとこう。ここはここで OK。 ここで OK。 OK。 こっちが出ましょう。はい、ライアンが届かないか、これライアンが届かないな。ライアン届かないからドラゴンの方に回すか。ライアンこっち行きましょう。でもゾーマを早く倒さないとヒャド系来るから、5ターン目。攻撃準備。ウォークライ。6ターン目。あー切れちゃったか。
もったいない。ウォークライ、さあどうだ。シャダルコ、うわめっちゃ効くんだけど。デギラマ、灼熱、灼熱効かないな。え、こんな効くのヘダルコ。ここで打つか。雷光、よし前段入れよ。あーミスる。でも倒した、危ない。凍える。待って、ここで凍える。入らないね、入らないね。はい、鉄鋼弾落とす。あー持ってかれた、持ってかれたよ。ここ来て灼熱、ここ来てローリング、よーしよ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 し。ゴッドライダーの犠牲のもとに勝ちました。いいよシルバさん。さあ3戦目。あー2万台が来る。ちょっと待って、2万台やめて。あー2万台ばっかり。ここだってやばいじゃない。キャド系しか持ってない。ここもし、あーでもな、ここもなキャド祭りだな。いやここはもうプラス60いきましょう。プラス60で、プラス60で突っ込んでいきましょう。逆にどこがいいのかな。一番戦闘力が少なそうなとこが一番いいな。こうかな。よし、ここは安牌を取らせてもらいますよ。多分移動力もうちが先だよね。なんで一番前に、対戦よろしくお願いします。あ、でもこういう感じなんだよな、こういう感じなんだよね。これで突っ込みましょうか。いいんじゃないですかこれで。あーでもあれか、あれだ、ちょっと突っ込んでってヒャダルコ、突っ込んでって待機、突っ込んでって凍える吹雪、ここは攻撃準備、ウォークライ、あとはオートで任せましょう。
このプラス60のとこの3ターンで生存だと何ポイントもらえるんだろう。初めてもらうから分かんないけど、これで勝てる、あのポイント高かったらこっちの方が良くない？いくらもらえるの？ん？ 600 もらったのこれ。あ、違う違う違う、ん？違う、93だよね。93ポイントもらったんだよね。はあ。さっき120ぐらいもらってましたよね。だからダメなんだな、やっぱダメなんだな。でもな、勝てないよりかはいいよね。はい、というわけで、2日目終わって6勝0敗。よし、6連勝。まあ、出だしはいいですね。でも2万台はきつい。相手としては。はい。というわけで2日目が終わりました。本日は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。